皆さんに実際こうだったんだよっていう自分の生きてきた奇跡をですねお話しいただいて記憶に留めて残していこうという活動をしています。はいはい、こんな家族はいて女性はいない。あ、おります。上が2人女ですよ。姉はね、照彦さん、僕弟、妹弟です。長男です。はい、うん、そうすると橋まで小学校中学校を出て、はい、で3年間、はい、長崎のことが学校の行って、はい、そしてまた U ターンして橋まで勤めて、橋までは一応もう校内入って、はい、まあ一般的には安全関係の仕事をしています。はい、橋間を離れたのはいつですか？閉山してだから。閉山してから、ね、閉山するまで始まり44年の3月ですね。うん、そうすると終戦をお迎えになったのは10歳の時ですね。そうです、はい、その自分はですね、私は18号の4階におりました。例えば、お水ってどうしてました？水はですね、うん、各階に吸収量がありまして、結局船で持ってきたのを、島のですね、一番上に水槽があるわけです。それで、時間的に出して、みんながバケツで汲んで、お母さんたちは汲んだね、じゃあみんな水を蹴って汲んで歩いて行ってね、汲んでから水ばっか汲んで自分の家の亀にこう入れてから、みんなそういう生活してますからね。うん、うん、それは各階に水道がついてありましたよ。各階子供の頃から。ああ、ありました。日給のね、各階になるんです。で、皆さんここ各階は時間来たらこう組んで、それで時間来たらもう閉め寄ったからね、短期間にみんな桶に入れてくあれしてからこうあれしていましたよ、みんな。でここの30号あたりでも各階にありましたから、こういう長屋あたりもやっぱ一箇所にどっかそういう給水場がありました、そこから桶を入れてみんな運ぶ。繰り込み場ってどこですか？繰り込み場はね、仕事場はこっちですから、俺事務所だから、うん、この建屋の下にあったんですよ、繰り込み。繰り込み場に電柱ありました？電柱ってないですよ。電柱ない、繰り込み場の電柱にね、朝鮮人がくくりつけられて殴られて、みんなが甲府が殴っていた。そんなことないよ、電柱に繰り込みやつは一つの事務所になってましたから、ええ、で下が繰り込みで上が事務所ですよ、ええ、それでその下に結局事務所が入校する時の受付と、そこでランプですね、ランプを充電するランプ貸し出しとかあったんです。そこを繰り込み所って一応言って、フロアですね、振り込み所に集
あったんです。あ、そうですか。あの、いつもが2つ3つあって、炭鉱から上がって、校内から上がってきたら、その、やっぱり進む先を落として、して作業着なんか洗ってから、今度は違うお湯に入って、体洗って。でもあの家族は全て家族風呂に入ってましたよ、一緒に。日本人の家族風呂に行ってたんですよ、朝鮮人も家族の人がね。家族の人みんな一緒に。ね、一緒なんです。僕らのクラスにも一人か二人はね、いたんですよ。ね、それで、その記憶を見ると、あの家族も一緒に来ていたからね。それで、あの終戦前にはもう帰ったようですね。だから、まあ、どういう立場の人かよくは分かりませんけど、小学校入った自分には、一人か二人朝鮮人も一緒にいたんですよ、私。ただ、一人だけはパンシェ、パンシェって言ったから、どんな字を書くか全然記憶にありません。男の人やったんですよね。その日給社宅の19号の2階ですかね、にいましたね。僕らはおそらく小学校の1年か2年ぐらいですから、そんなに一緒に遊んだという記憶はありません。僕らはまだ小学生ですから、そういう職場の中に入って行ってないですからね、そういうあれに耐えきらんで結局島を逃げ出そうとして、結局小さな島ですから、なかなか逃げ出すことはできないですよね。で、まあそういうことで捕まったりなんだ捕まったっていうような話は聞いたけどね、僕らはやっぱり食うものが少なくて気持ちも思いもずっとしてきましたけどね、その辺はまあ一緒じゃないですか、まあね、僕らだって満足に食べたわけじゃないからね、やっぱり朝鮮人だって寮でご飯食べるのは日本人も一緒にタイとご飯を食べるからね、食べよったから一緒じゃないですか、そんな特別にそのあれしたっちゃあれないですね。仕事場のことはよく分かりません。しかし僕もその橋本に校内にも入ってこう仕事しても結局日本人が先立って仕事をして補助的なことを朝鮮にしていたっていうことで、そんな国進したとかなんとかいうようなあれそういう事実はないと思いますけどね、空襲はですねありましたけど、人災は出てないです。僕の妹なんかも、結局病院に入院したとき、機銃掃弾にバーッと撃たれたあれはあります。おふくろと妹が入院した、おふくろついとってですね、ベッドの下に隠れたっていう話がありますから、聞きましたから、そういうあれは事実あったけど、人災は聞いたことないですね。戦後長崎原爆を受けて帰ってきてから亡くなった人は2、3人おりましたけどね。あ、原爆で長崎の中学校に行って、結局原爆に遭ってんですね、それで橋間の方に帰ってきとって、元気よく僕の同級生の兄さんなんですけど、夕方まではプールで泳ぎ寄ったんですよ、でその時髪がパッと引っ張ってから、あれ髪が今日抜けるなっていう話をしてたら、急に容体が変わりまして、1日後ぐらいかな、亡くなったんですけどね、そういうあれはあったけど、空襲で人災を受けたっていうのは聞いたことはありません。僕らじゃけど本当に住みやすい住みあったですね、生活もしやすいですね、結局光熱費なんてほとんどタダみたいなもんですからね、そういうのを考えると本当に生活しやすかったです。
結局ですね、鹿島の隣人愛知ですか、もうただそういう生活を僕らの時代もやってきたというのは、やっぱ父や母の時代からずっと伝わってきたのが、そういう伝統があってのやっぱり隣人愛と思うんですよね。お互いにもう隣近所も親しくして、もうよく面倒を見たりですね、悪いことをしれば悪いようにダメだよっていうのはね、叱りも受けるし、やっぱそういうことも僕らもしてきたし、だからこれはやっぱ昔の人のあれを引き継いだのがやっぱ鹿島じゃないかなと僕は思いますけどね。